ダゾーン。ゴールキーパームンキョンゴン、ディフェンダー右からペレーラ、安藤、デルラン、ボランチ弓田と安田、ここまでは前節と変わりありません。ウィングバック今日は右に吉田、3試合ぶり、左に重が回ると予想しています。そして渡辺新のワントップにツーシャドウに屋敷、野村、鮎川はメンバー外です。ゴールキーパー串引き、今日は中潮が出場停止ですので、ディフェンダー右サイドバックに大畑、左に川上が回り、小柳瀬畑のセンターバックを予想しています。ボランチは千葉と天笠、オフェンシブハーフ右に樺山、左に川本、平松、和田のツートップの予想です。千葉が受ける、天笠左足、安藤、ペレーラとつないで野村、2人で囲んで、しかしここをかわしました。さあそして右に送って、ここに吉田です。さあ屋敷が飛び込み、こぼれている、さあどうだ、左足シュート、外れた。一旦は串引き、ボールをこぼしました。その後ちょっと最後渡辺の腰のひねりがね、手前にペレーラがいます。そのペレーラか、大畑が触りました。さあもう一度作り直して、野村かばして左足、柔らかいボールを、デルラン、その向こう、あーいいボールですね。安藤から左の重、うん、素晴らしい。さあ今日は2本3本と重のここからのボールがあります。野村、デルラン、安田、重、あ、野村、野村左足入れていく、サイドネット、安田、吉田、右の前に弓場、吉田にボールを出す、中央に屋敷が入っていく、さあ弓場のシュート、いい形は作れてますよね、大分はね。おっと、さあ群馬が天笠です。ただサポート、シュート狙った、うーん、惜しいですね。このチャンスをなんとか結果につなげる、そういったところが今の群馬の、おお、直接狙いましたか、おっと背中をぶつけましたが大丈夫でしょうか。いやいや、でも締め切りよく見てましたね。いや、いい狙いだと思いますよ。安田のボール、ファーダー、串引き、パンチング、野村が受けて、もう一度安田が中にボールを入れていく、串引きこぼしている、出るな、これはどうでしょうね、ないですね。出るな、2試合連続ゴールになりました。なんとなんとコーナーキックから出るな。今のこぼれは拾いたかったな。ここをね、取られるとずるっと下がりますからね。吉田のクロスボール、野村落として、弓場シュート、弓場の今シーズン初ゴールがここで生まれました。右サイドからの流れでした。まあ、弓場自らパスを出してです。
この前からちょっと見たかったですけどね、あのセカンドボールを拾うシーンですね、あれがどっちかに転ぶかでだいぶ違うんですけど、大分がねいい形で拾った後の今のような攻撃、そしてシュートはねそんなにこう強いシュートではなくったんですけど、しっかりこう枠に流し込んだと。天笠、逆サイド山中、さあ中央に佐川がいる、手前には鴨本、その佐川の向こう北川だ、こぼれている、佐川よく入りましたね、1点を返しました、ザスパ群馬佐川のゴール。いや、この1点は大きいと思いますよ。79分4試合ぶりのゴールが生まれました、ザスパ群馬。このクロスからですね、ヘディングで、まあ、折り返したボールに、まあ、シュートだったと思うんですけどね。梅崎、田澤、ハイボール、池田、池田が行く、さあどうだ、シュート、外れた、宇都本。さあフォーマンプレーヤーか、天笠スローに出て、ここでホイッスル、大分ホームで今シーズンの4勝目を飾りました。1万1439人、このホームでの梅崎の雄姿を目に焼き付けました。ダゾーン